お、捕獲、赤鬼ついに捕獲。鬼時間発生。運動場とかでちょっと検証したいな。この幼稚園とかでもいいけどな。今回登場するのは赤鬼。赤鬼をトラップにはめて捕獲、捕獲できるのか検証していきましょう。ここの幼稚園とかもさ、ケータ登れるけど赤鬼は登れるのか、その辺も気になるし。あと運動場だよね、小学校。あ、早速見つかっちゃった。早速見つかった。どうするかな。とりあえずあれスタミナマルファ飲んどくわ。赤鬼さんとバトルするのもいいんだけど、スタミナムアルファ、スタミナムでいいか。スタミナム取ってで赤鬼さん待ちましょう。ほんで運動場にもちょっと余裕があれば行きたいんだよね。ここで待機、来るのか赤鬼。来るの、あ、近い。来て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 、入ってきました。保育園上がってくる、上がってこれない、来て、来れない、上がってこれない。おひょ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 。ウケるな。赤鬼が、赤鬼が近づいてこれない。ギヒヒヒヒヒ、ウケるなこれ。赤鬼が来れないっていうね。幼稚園のこの屋上の端っこにいると赤鬼は登ってこれない。ちょっと近づこうか、こっち。ほれ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 、登ってこれるのか、登ってこれるのか。赤鬼さん無理だよね、赤鬼は登ってこれない。すごい、赤鬼が近づけない場所判明したな。あんまりこう、あの、近づくと怖いからあれだけど、もう登ってしまったら、この幼稚園の屋上、登ってこれんのかい、登ってこれんのかい、スタミナ切れてるかな。ちょっと待って、びっくりした。来れんのかいと。ちょっと時間経ったんで、スタミナもアルファ使っときましょう。で、運動場のところまで行きたいんだよな。行きます。うわ、赤鬼の降り方えぐ、赤鬼の降り方えぐいてー。横断歩道、横断歩道じゃねえわ、なんだっけ、電柱じゃないわ、道路と道路のこの、なんて言うんだっけ、名前忘れた。なんだっけ、これ。これなんて言うんだっけな、ど忘れしたな。ここにおったら、警察庁おったら、赤鬼とか、登れないんじゃないかと思うわけですね。近づけないんじゃなかろうかと。ということで、ちょっと待機してみましょう。ここに来るの、待機。多分、器用に階段登らないと思うよね。ちょっとここはスタミナもあれば、一応念のため飲んどく。万が一登ってきた場合は、速攻で逃げるけど。来てる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 。どう？ほら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 、赤鬼さんね。だはははだはははだはははマジウケるよな、これ。やっぱりね、赤鬼さん、突っ込んできましたよね。階段登らずに。もうこれ以上、おい。ねえ、来れないよね、赤鬼さん。赤鬼さん、残念でした。多分ね、こう、ケータが移動したら、ワンチャン登ってくると思うんですけど。ドド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 、壁に突っ込む赤鬼。はははマジウケるわ。やっぱね、高いところにおると、鬼はね、登ってこれないんですよね。ただ突っ込むしかできないっていうね。猪突猛進型。猪突猛進型。こっち行くと、もしかしたら登ってくるかもしれんな。この辺、ほらもううろうろしとるもん。この動きなんなみたいな。あれ、なんて言うんだったっけ、横断歩道じゃなくて、立教、いや、立教とも違うか。あ、横断歩道橋、歩道橋だ、横断歩道、惜しかったね。横断歩道橋だ。はぁ、惜しかった。横断歩道の橋、それが横断歩道橋。みんな知ってる。みんな知ってる。あ、苦手なんですね。来たー、来た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 、やっぱ来たー。誘ってやると、まあ、登ってくるということですね。他、桜中央シティで、来にくい場所、あったっけな、桜中央シティって。あとは、駅のところとか、
なんか細い道とかもう平気で来るもんね、赤根さん。まっすぐ、ズドドドドドドって。駅のところって階段登れんのかな？登れるんだったら、登れるんだったら、赤鬼さん来ないかもしれん。これ以上先へは進めない。赤鬼さんって登ってくといいやんけー。おつかい横丁の、マンションのところ、鬼は登ってくれるのか検証してみましょう。まず、見回り鬼に見つけていただきますと。階段登っていくぞ。よいしょ。よいしょ。よいしょ。さあ、どうでしょう。鬼はどうなるのか。鬼は登ってこれるのか。登ってこれるのか。来れない。赤鬼は登ってこれない。やっほー。最高だぜ。最高だぜ。やっぱりですね、こういう高いところ苦手なんですね。赤鬼さん登ってくれないんですね。ちょっと近づいてあげましょうか、と。何今の。マンション入ったぞ。あ、捕獲。赤鬼ついに捕獲。赤鬼さんががっつりですね、マンションにはまってますわ。もう身動き取れないんじゃないでしょうか、これ。真上に、赤鬼の真上にいるから、もう赤鬼さんどうしようもない状態ですね、これは。ついに赤鬼捕獲できた。おもろすぎるわ。こうマンションにアタックしてますね。あ、よいしょ。あ、よいしょ。あ、よいしょ。もう狂ったように体当たりしてますよね。面白い。面白い。真上にいるともう赤鬼はどうしようもないということですよね。あ、こっちにおいで。はい、こっちにおいで。この端っこおいで。赤鬼さんがもう繰り返してますね。はい。はい。はい。もうこれは卓球の動きなのか、空手の、いや、空手じゃないな。柔道の動きみたいな感じだよな。柔道の練習してるみたいだよな。よいしょ！よいしょ！みたいなね。あれ？こうもうマンションをすり抜けてますからね。マンションをすり抜ける赤鬼。マンション貫いてるんやけど。貫通する赤鬼さん。むちゃくちゃやな。マンションの建物とか関係あらへんみたいな。マンションとかも関係あらへんみたいな。ちょっと近づいてきましたよ。2階にいますよ。さあどうでしょう、赤鬼さん。赤鬼さん近づけるのか、ケイタに近づくことはできるのか。やっぱね、こう階段を登るっていうのは赤鬼さんにはできないわけなんですよね。一瞬チャンスあげる。ここどう？ここどうよ？ここどうですか？ 2 階にいるんですけど、いや2階というよりも 1.5 階にいるわけですけど。あ、もうあかんわ。黒鬼さんがついに登場か。これ桜木、これ、そよ風ヒルズのマンションなんですけど、ここもね、鬼がめっちゃ近づけない場所なんですよね。ここは来れるけど、これ以上、鬼は登って来れないっていうね。振動バイブレーション。黒鬼のバイブレーションがこちら。バカ面白いな、これ。あんまりね、階段に近づきすぎると登ってくるんよね。しかし、これですよ、この動き。ははは。なんかね、高いところほんとね、鬼とか苦手なんですよね。黒鬼さんすごい動きするな、さすがやな。ズドド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 すごいぜ、マジで。ズドド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 おもろすぎるよな。真上におるから、ね、これ以上来れないんだよね。さすがにこの上上がってくることはできないか。黒鬼さんどうなんだよー。あはは、来た。めーっちゃ登ってきた。近づくと来るわけか。黒鬼さんとバトル行ってみましょうか。初バトルだ。いや、初バトルかな、わかんないけど。行ってみましょう。攻撃強いね。いきなり攻撃強いわ。一撃がえげつない。レベル99の100匹目でもこれだもん。で、手バトルしようかな。一応、百鬼姫ゴルニアオロチが、HP 高い目なんだよね。ほいで、下の光栄が、攻撃強い系ね。めっちゃ強い。うわうわうわ。どうしよう。シンバーもやられちゃうよ。どうしようかなー。でも、勝ちたい。なんとしてでも勝ちたいな。どうやって変わってる？これ、シンバーがもう即死レベルだよ。
HP が全然あんま減ってないんだよな。おじさん、おろじさん大丈夫か。通常攻撃で勝てるのかなこれ。必殺技歌うと無理かな。一旦ゴリニャン行っとく。あれあれ、よっしゃ、緊張してるのか俺。ゴリニャンの必殺技行ってみましょう。全員のステータスアップ。これで守りも硬くなるはず。敵の攻撃食らってもやや耐えれるんじゃなかろうか。 HP がね9800なんだよね。赤鬼さんが HP、6000でしょ。で、青鬼が HP、8000。で、黒鬼が9800。1万じゃないんや、っていうね。そこ1万じゃないんや、っていうところやけど。これにはちょっとだけ HP 回復。ちょっと早送りで様子見。必殺技な、撃ってもしゃあない気もするんだよな。それよか。それよか、HP 回復に努めた方がいいような気もするんだよな。姫ね、ちょいちょい HP こう自分で回復できとるんだよな。悪夢の金棒来るぞ。黒鬼の必殺技ご覧いただきましょう。悪夢の金棒。真っ黒やね。で、模様が入っていない。オロチ即死。松茸深い漢方。ひたすら使いまくるっていう。武士にゃん生ハゲもいいんだけど、ちょっとすぐやられるから、もう、オロチゴルニャン百鬼姫のHP 高めメンバーで、もうこのまま行く。そしてこのズレ。またちょっとバグったね。囲ってるやつが、移動してしまうっていう。あと一息、あと一息だけど、敵の HP あとどれぐらいなんだこれ、500ぐらいかな。いや、もうちょいあるのか。早送りで行ってみよう。通常攻撃で倒せるのか。百鬼姫松茸あげときましょう。もう松茸20個ぐらいは使ってるかな。もうあとちょい、黒鬼を倒せるぞ。黒鬼を倒せる。もう回復せずにいける。ここで悪夢の金棒。もう第二形態になったりしないよね。第二形態になったりしないよな。なんかフンドの模様とかついたりしないよな。百鬼姫もう復活戦でも倒せるか。一応深い漢方あげとくけど、もう倒せんじゃね。狙う敵の HP ほんともうほぼゼロの状態なんだけど、立ってるよね、黒鬼。強すぎ。模様入ったら、さらに強い黒鬼、みたいな感じだけど。ようやく倒せた黒鬼。長かった。結局、バトルが15分以上ですね。バトル15分以上、地獄のようだった。いやー、深い漢方と松茸とか、ないとほんときつい。経験値が15000。お金が50000。で、必殺の秘伝書ドロップ。強すぎやって、クロニさん、ほんまに。クロニは強すぎ。